今回は絹さやを使ったレシピを3品紹介します。絹さやはサクッとした食感が美味しい野菜ですが、下茹でを失敗すると美味しくありません。なので下茹でするコツやポイントを説明します。このままボリボリ食べるだけでも十分美味しいですし、さらに塩とごま油で和えるだけでも美味しいですよ。まず一品目は簡単にできる絹さやのごまおかか炒め和えです。2品目は揚げ豆腐と絹さやのオイスターソース煮です。3品目はエビと絹さやの塩炒めです。それでは下茹での説明から始めていきましょう。まずはヘタと筋を取ります。下の部分をポキッと折り、筋を上まで引き、ヘタを折り、下まで筋を下ろして取り除きます。筋が残っていると食べた時に口に残り美味しくありませんので、しっかりと取り除いておきましょう。これで筋とヘタが取れました。下茹でに入ります。お湯をたっぷり沸かし、塩をスプーン1杯入れます。サラダ油を少し入れます。沸騰したお湯に絹さやを入れ茹でます。塩を入れることで鮮やかな緑色になり、味も美味しくなります。油を入れると絹さやの表面に油がコーティングされて、中の水分と旨味を逃しません。1分を目安に茹でていきます。茹ですぎると絹さやのサクッとした食感が失われます。だから50秒くらいしたら即食べて確認するのが分かりやすいです。茹だったらすぐに取り出し、水で冷やします。絹さやのごまおかか炒め和え。材料は絹さや16枚、すりごま大さじ1、かつお節適量です。茹でた絹さやをごま油で軽く炒めます。ごま油で炒めると絹さやが香ばしくなります。さらに醤油を小さじ1入れ、醤油の香ばしさもプラスします。これだけで炒めは終了です。できるだけ短時間で炒めるのが重要です。炒めた絹さやにすりごまを大さじ1で和えます。かつお節を適量まぶします。箸で軽く和えて盛り付けます。お好みで鰹節と醤油をプラスしてお召し上がりください。次は揚げ豆腐と絹さやのオイスターソース煮。豆腐は前もって水切りしておきます。豆腐の真ん中から包丁を入れ、十字に切ります。それを四角く12等分します。材料は豆腐1丁、茹でた絹さや14枚、生姜の角切り適量です。170度くらいに熱した油に豆腐を入れ揚げていきます。豆腐は鍋の縁から滑らせるように優しく入れると危なくないです。豆腐の水切りができていないと油が跳ねやすいので、まだ水分が多く残っているならペーパーで押さえてから揚げてください。大体3分から4分を目安に揚げていきます。このくらいの色になったら揚げ上がりです。
鍋に少量の油を入れ、生姜を炒めます。生姜を軽く炒めたら、紹興酒または酒を小さじ1と、醤油を大さじ 1.5、水 200cc に砂糖小さじ1を入れます。オイスターソース大さじ1強を入れます。揚げた豆腐を入れ、煮ていきます。揚げ豆腐にスープがしっかりと染みてきたら、絹さやを入れます。水溶き片栗粉大さじ1入れて、とろみをつける。ごま油で照りと香りをつけます。皿に盛り付けます。絹さやは火が入るとすぐに柔らかくなっちゃうので、ごま油を入れる直前に入れてもいいでしょう。絹さやのサクッとした食感と柔らかく煮られた揚げ豆腐のバランスがポイントになります。豆腐を揚げるのが大変でしたら、厚揚げで代用するのもありだと思います。エビと絹さやの塩炒め。材料はエビ12尾、茹でた絹さや14枚、たけのこ5切れ、人参2切れ、ネギ4切れ、生姜適量です。合わせ調味料を作ります。塩小さじ4分の1の胡椒少量と、スープまたは水大さじ3、酒小さじ1を入れ合わせます。水溶き片栗粉も小さじ3分の1入れます。エビに塩コショウ、酒を少量入れ揉み込み、卵を少し入れ含ませるようにする。片栗粉を絡めてから油でコーティングします。エビと野菜を油通しします。エビは120度ぐらいの少し低めの油に入れます。高温の油に入れるとエビが硬くなります。エビは完全に火を通さずに少し透き通った感じがあるところで引き上げます。下茹でしてあるタケノコと人参を油通しします。油通しした材料と絹さやを一緒にしておきます。鍋に少量の油を残しておきます。ここからできるだけ短時間で作ります。生姜とネギを炒めます。
生姜とネギの香りを油に移すイメージで炒めます。材料を全部入れ一気に炒めます。紹興酒または酒を小さじ1と、合わせ調味料をよく混ぜながら入れます。アルコールを飛ばしながら鍋に完全に火が入らないように気をつけて炒めます。皿に盛り付けます。炒めすぎると材料から余分な水分が出たり旨味が流れてしまうため、短時間で仕上げるのが大切です。油通しができない場合は材料を全部下茹でしてから生姜とネギを炒めて材料と合わせて調味料を入れるだけでもいいです。今回は絹さやレシピ3品を紹介しました。詳しいレシピはブログで書いていますので、そちらを見てください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。